Hi guys, it's G here. Welcome back to my YouTube channel. はい。今日はですね、ゴールドコーストに行きたいと思います。今週末が私の誕生日なので、デビさんがホテルを予約して、今日から、一泊だけね、サーファーズパラダイスの方に泊まっていきたいと思います。予定としては、今車の中なんですけど、ホテル着いて、ビーチ行って、で、夜はシーフードビュッフェを食べに行きたいと思います。サーファーズパラダイスだと思ったらまさかのブロードビーチに来ました。 We are at Broad Beach。 サーファーズパラダイスに行く予定じゃなかったみたいで、最初からブロードビーチに来ました。今お腹が空いたので餃子屋に来ました。なんかオーストラリアにしかない原宿餃子っていうとこなんですけど、うん、まあまあ美味しいです。こんにちは。 Do you want to say something? We're in Broad Beach at the Gold Coast, just south of Surfers Paradise, to celebrate Chi-chan's birthday. You can guess how old she is in the comments. Temperature hot, not a spice hot. Spice is 辛い。辛い。Yeah, I definitely took too much chili. チリ入れすぎました。おいしい。ビーチでは大体本を読むんですけど、今このね、パワーオブナウっていう本を読んでます。大体もう半分ぐらい。この本はなんか今の瞬間の大事さみたいなのを教えてくれる本で、とりあえず全部読み終わったらね、またなんかレビューとかの動画も出していきたいなと思ってます。はい、今ソフィテルブロードビーチに着きました。はい、チェックインしたので今からねお部屋の感じを見せていきたいと思います。はい、入るとまずバスタブとシャワーがあります。で、ここベッドと、で、バルコニーがこちらにある感じになります。あとはそこにね、海が見えます。はーい。今ね、ビーチに行ってきて、うちだけ泳いだんですけど、今からプールに行って、またもう一泳ぎしてこようと思います。今ソフィテルホテルのプールの方に行ってきたんですけど、日焼け止め塗ってなかったら結構焼けました。みんなオーストラリアの紫外線はとっても強いので本当に気をつけてください。はい、さっきシャワー浴びてあと30分ぐらいでシーフードのねビュッフェに行くので、今から化粧していきたいと思います。前化粧してた動画を出したのいつか覚えてないんですけど、ずっと同じのを使ってます。まず下地は塗ったので、今ファンデーションもうこれもほぼなくなってますよね。このロレアルパリのインフレ、そう、名前忘れた。でも最近は本当にファンデーションとかもこの辺の、まあ、そばかすとかちょっと赤みがあったりするので、そこをカバーするぐらいのちょっとしか塗りません。ビューティーブレンダー、ちょっと汚いけど湿らせたビューティーブレンダーで広げていきます。で、この眉毛が描きやすいように余ったのは全部この辺の眉毛に乗せておきます。できるだけ週末は本当に化粧したくないんですけど、ちょっと今日行くところはね、ドレスコードもあるようなレストランだと思うので、そういう時はいつも化粧していきます。眉毛をやっていきます。眉毛はいつも変わってないです。このエルフの2色あるんですけど、この黒い方をねいつも使ってます。で、眉毛描く時にこのブラシ、ちっちゃいブラシを使ってるんですけど、なんかシャープに眉毛を描くためにいつもこうやって押すけて
ここをねすごいなんだろう平べったくしてからこれを塗っていくようにしてます。でちょっとだけ取ってまずこの下にこうピュッて線を入れると眉頭の方だけなんか毛がね異様に少ないので、で上もなんか微妙に生えてないところがあるのでこんな感じで眉毛が描けました。はい、で次はさっさとアイシャドウを使っていきたいと思います。今使ってるのはこのタルテのタルテレッドっていうアイシャドウパレットですね。なんか紫とか茶色系が多いんですけど、もう紫は正直ほぼ使ってなくて、いつもこのちょっと茶色っぽい色ともうちょっと濃い茶色っぽい色を使うのみ。昔は本当にメイクもめちゃちゃんとやってたし、粘膜とかまでねすごい細かいところまでやってたけど、もう本当になんだろう、これはオーストラリアに引っ越してくるからなのかわかんないけどね、マジでどうでもよくなるんですよね。なんかまあでもね、外見に気を使わなくていいのはいいですよね。ちなみに今日来てるこの、ブロードビーチっていうところはサーファーズパラダイスからもうちょっと下にね10分ぐらい車で行ったところにあるんですけど、まあ、サーファーズパラダイスより若干静かでちょっとローカルの人ももうちょっと多い感じの場所になります。今アイホール全体にこのワンダラーっていう色を塗ったので、次はこのドリーマーっていう茶色っぽい色をこの後ろの部分、後ろ終わりの部分だけこう塗ってって、次まつげをやっていきたいと思います。キュッキュッキュッ。マスカラは名前も消えてしまったキャンメイクのマスカラベース、ここにチークを塗っていきます。なぜなら私はチークをしないと顔色が激悪で、いつもみんなに体調大丈夫って聞かれるので、チークは塗っていきますです。終わり。 So yeah, what's the place that we're going? Like, do you know what's the place? Tonight. What's the place called? For dinner? Four Winds. Four Winds? Yeah, it's called Four Winds. I'm not sure what floor it's on, but it's high up and it rotates. It probably doesn't matter when we sit. Like, you pretty much can see everything. Yeah. Because it will rotate. Yeah, yeah. So we'll get like the mountains and then like the city and the ocean and everything, yeah. That's exciting. It's gonna be nice. It's gonna be nice.昼履こうと思ったけど、そうちょっと足が疲れてしまうので、今日はもうビーチだしサンダルでいいかなっていうことでこれを着て行きたいと思います。そう、誕生日って言ったらね、これをくれたのですよ。ボトルのシャンパン、シャンパンじゃない、シャンパンじゃない、スパークリングワイン、ありがとう。ソフィテル最高のホテルです。はい、おはようございます。今日は誕生日です、イエーイ。そう、今日は今朝8時なんですけど、これからちょっとビーチに行ってお散歩してから朝ごはんをホテルで食べて、でその後はゴールドコーストのサーファーズパラダイスからちょっと北に20分ぐらい行ったところにあるハーバータウンっていうアウトレットショッピングセンターがあるので、そこに行きたいと思います。ということで今チェックアウトして、これから、ハーバータウンの方にね向かっていきたいと思います。今日は朝も早起きして散歩行ったり、気持ちいい朝を過ごせたので良かったです。ということで、まあすごいいい感じのホテルのステイを楽しめました。昨日の夜からね、昨日から2日間、そうありがたい、ありがとうデビちゃん。
渡しますね。なんでね、今から多分これから30分ぐらい車で羽ばたまでかかるので、多分ねこのまま寝ますね。はい、ということで今日も楽しんでいきたいと思います。はい、今アウトレットに着きました。今日はもう33度ぐらいでめっちゃ暑いですね。今からでは買い物していきたいと思います。年末日本に帰るので、今日は帰るときに使えるリュックを探していきたいと思います。ということで今ねハーバータウンの方に行ってきました。ちょっとずっと欲しかったリュックも買えたし、うん、欲しいものが買えたのでよかったです。はい、じゃあ今からね家に戻りたいと思います。はい、今家に着きました。はぁ、今日は本当に暑いですね。とりあえず今日買ったものを見せたいと思います。はい、今日ね買ったもの、ハーバータウンで買ったもの2つしかないんですけど、まず1つ目はこの、ノースフェイスで買ったバックパックですね。前はグレゴリーのやつ持ってたんですけど、もうね、なんだろう、表面のなんか皮みたいなのが全部ベロベロにめくれてきちゃって、もう4年ぐらいと同じやつ使ってたので、これデビさんに誕生日プレゼントで買ってもらいました。ありがとうデビちゃん。あとこちらのエコバッグ、これはオーストラリアのバイロンベイのブランドなんですけど、アフェンズっていうヘンプっていう植物を使用して作ってる、こうちょっとエコフレンドリー的なブランドらしいです。なので今日は、ね、この2つを買いました。私の愛しのバジルちゃん、お水なしで頑張っていたのでお水をあげます。これこういう風にこれごとスーパーで売ってるんですけど、3週間ぐらい前に買って、で水をあげ続けてたらね、まだ枯れてないのでまだ元気にやってます。気づいたら夜になってました。さっきねもう洗濯も終わってからずっと新しい海外ドラマを見始めて、その海外ドラマが Amazon プライムで見れる A Man in a High Castle っていうドラマなんですけど、そう見始めたらねちょっと止まらなくなっちゃって、もう気づいたら8時なので、もう今日は、この辺でおいとましたいと思います。はい、ということで Thank you so 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 much for watching this video and I'll see you guys in the next one。 はい、また次回のビデオでお会いしましょう。バイバイ。